みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほと、みみです。はい、ということで、今日はですね、私たちのね、新学期はどうなるのかと、今の宿題事情かな、についてちょっとね、また話をしようかなと思います。今日は何日ですか？8月の30日でございます。あと2日です。あ、今日入れたらね。そうだね、今日入れなかったらもうあと1日だ。もう今日もうすぐ5時だから、もうほぼ明日1日だね、夏休み。聞いて、明日ダンスあるんだ、私。そうだね。1時間潰れる。夏休みラスト。え？どんまいだね。いいね、気楽でね。あ、森にかかってる。あ、森にかかってる。いいね、りみちゃん、気楽でね。まあまあ、ということでね、はい、まあ、私たちの学校はですね、いや、話飛ぶんですけど、学校は普通にあります。あ、でも普通って言っても私たちの学校は短縮なんですね。まず1日はまあ始業式なんでね、始める日、学校が始まる日なので、まあ午前中で終わる、3時間ぐらいかな、に、うん、時間で言うと3時間授業ぐらいかなって終わるんですけど、2日3日は4時間授業で、給食は食べるの？食べない？食べます。食べるんですか、はい、で給食食べて帰るぐらいだね、うん、4時間なので。で帰ってきて、で2日挟んで土日ね。そう、土日挟んで、うん、6日からが5時間授業ということになります、はい、だからね、まあ短縮されても1時間とか2時間とかなんだけど、うん、一応短縮になります。そうだね、まあでも1週間その5時間授業が続いた次の週からは通常に戻るかなっていう感じだし、ね、あ、そうだ、緊急事態宣言が今のとこ9月12日までだから、はい、ちょうどそれで12日になるんだ、土日挟んで、うん、で緊急事態宣言が明けたら通常に戻るっていう感じだ ね、はい、でもまだわかんないけどね、またそれが延長になったらまた伸びちゃった、うん、でも今日月曜日なんですけど、うん、30日のね、うん、今日ね、すごい低かったね。あ、今日はちょっと減ってたね。感染者減ってたよね。減ってたね。だから今後どうなるかによってもね、多分変わると思うので、うん、ね、もちろんね、うん、だから、うん、まあ、運動会とか、そうで行事とかはか多分ね、延期、全部延期になりそうな感じです。でも運動会もともと10月の予定だったから、はい、まあ緊急事態宣言が予定通り開ければやれるのかな ということで、はい、ね、うちの学校は短縮で対応するっていう形ですね、はい、そうですね、はい、まあ他のね、県とかも東京とか神奈川とかは多分夏休み延長とかね、分散登校とかもあるので、分散登校とかも、うん、やってたりするんだろうけどね。まあうちの方はまだそこまで、はい、いやでもそこまでっていう、でも多い方なんですよ、千葉県の中でも多分、うん、多い方だと思うんだけど、ね、まあまあ、通常で終わってから通常って、ね、でも周りには誰もいないから本当実感わかなくて。そうなんですよ、本当に知り合いとか学校からもまだ全然一人も出てないし、だからなんかちょっとまだ実感わかんないんですけど、ね、でもね、すごいっていうことだね、すごい、ニュース見てわかりますよ、すごい、だから気をつけないといけないですね、うん、はい、そうですね、はい、ということで、まあ宿題についてなんですけど、うん、どうですか宿題は。いつも1週間ぐらい前にさ、慌ててさ、うんうん、にみちゃんなんか忘れてたよね、そういえば今日必死になってやってなかった宿題、りから始まるやつ分かってる、何忘れた、宿題じゃないよ、宿題じゃないの、じゃあ何なのあれは、練習してきてってやつ。あ、でもそれも一応だって夏休み明けにできなかったら恥かいちゃうじゃん、あなた練習してこなかったんですか、逃げるは恥だから役には届いてよりみちゃん、え練習してこなかったのって言われちゃうよ、怖い先生に、あ、もういない、どっかに立ってください、あれもう怖い先生いなかったんだっけ、音楽の、うん、まだいまーす言われちゃうよ、廊下だ、廊下だ、今だけそんな老眼じゃないと言わないからね、そうだ、虐待になっちゃう、そうなんだよ、そう今の時期すごい ね、何でもかんでも虐待になっちゃうからね、先生も大変だよね、だってママの時代なんてもう老眼立ってなさいなんて当たり前でしょだったし、やばいね、物差しとかでペチペチ叩かれてたし、それを何回も聞いて、多分今の時代現代でやったら、うんうん、セクハラやばいよね、パワハラとか言われて、うん、もう即もう校長行きだよね、その話は、校長だ、校長行きなんだ、校長行きよ、その話は
だからすごいよね今。まあ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 話が変なんだ。ちょっとずつで達成しちゃったんで戻しますけど。リミちゃんそれで吹けるようになったの。そうリコーダーだね。はい、朝からリコーダーをねプー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 吹いてて、あまりにも最初プープープーだったからシロンがムン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 って吹いてたよね。めっちゃ吹いてたね。音色に合わせてムン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 ってずっと吹いてたねシロンが。ねね可愛かった。私も2階から弾いてたよ。本当？うん。シロン吹いてたでしょ。ずっと吹いてたでしょ。うるさいなと思いながら。私もさあのさあれ、うん、私もさその時さ。の宿題とか、うん、着替えたりとかして、ね、ああ確かにうるさいなと思って正直な気持ち最初はねだってすごい音がうるさかったから最後の方めっちゃ上達しててさそうだってもうリミちゃん全然分かんなくてさ、うん、ママドってどれだっけとか下ちょっとどうやってやるのとか超ママに聞いてきてママもさ覚えてないからさネットで調べてさそこまでよねしたらさ、なんか音違くないってなってちゃんと指で押さえてるって言ったら一番下の穴を塞いでなくてそれじゃどうにならないよ一番下ってなんかさ、違う色じゃん違う色なんで分かんないかもしれないけどね、うん、あの白いとこでしょそう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 、うん、白いところで色が違くて押さえてなくて穴がちょっとさ曲がっててリコーダー初心者そりゃ全部押さえてないだってこうやってドレミファソで順番にやっていくじゃんずっとレだよレ、ね、そうそうそう穴が1個ないからさ合わなくてレーだよねすごい大変だったよねそうだったのねでもそれが解決してちゃんと吹けるようになったんだよねエーデルワイス知ってるエーデルワイスママもそれ吹いたすごいねエーデルワイスって有名だね私だって英語版も踊ったからねあー歌もあったんだね。トンタントゥントンテーと全然違うじゃん。でもこれがだよね。そうだっけ？タンタタンタンタタン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 ってやつ。タン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 だね。そう。とりあえずね、そのエーデルワイスオリミちゃんは朝から今日は笛リコーダーを頑張って練習して、で明日が最後なんですけど。まだなんか細々としたものがあるのかな。はい、まあ明日はあります。学校の準備も兼ねてそういう細かい、はい、あママもなんか書くんだよね保護者から。そうなんです。細々としたものって言うとばあの振り返りと、そうだね。あの保護者から一言なんですね。なんかと残りが。だから明日この日記とか全部終わらせて最後の振り返りとして保護者から一言っていうところを書いていただきたいと思ってるんですけどすいません私すごい溜めておりまして保護者のところ溜まってんのすごいね溜めておりまして何もあるの私のところはもう全部書いてるんだけど、うん、保護者のところだけ溜めておりましていやママが大変なだけや出すのめんどくさいというかはいまあそういうことということで明日ねうんそうだね、6個ぐらいやってもらいますね仕上げたいと思います頑張るぞ、はい、頑張るぞはいということでね、まあ、夏休みももう終わりですねそうですねなんだかんだあっという間だったね別にどこ行ったって、まあ、ちょこちょこは行ったけどなんかこうあっという間に終わったなっていう私は無駄な時間を過ごしたなって思いましたねはっきり言ってだってさ今のご時世じゃんどこにも行けたいじゃんそうねたださ宿題やって、うん、あーゴロゴロってして、うん、まあなんとなく過ごしてきた日々ですよねだったら普通に学校とか行ってさ勉強してさ友達と笑い合って帰るの方がさ私にとっては嬉しいだからもうしーちゃんも早く学校が始まってほしかったんだよねそうだってこんなんこんなでもみんなねお家でやっぱ過ごしてるよね今の時期ねみんなまあねリミとかにとってはもうゲーム最高だから、まあね、ゲームが大好きな子にとってはもうゲームで別にお友達と話せるしいいやっていう人もまあいるけどねこういう子は多分、うん、絶対夏休み続け、うん、と思ってるんだと思うんですけど確かに確かにはいということで今日はねそのまあ学校のね事情についてね学校事情とちょっと宿題のね、うん、ついてちょっと話してみましたちょっとだらけないのもう夏休み気分はもう終わりだよ学校もうさみんなさ楽しみだよねあのさまあ今年はあんまないかもだけどほら
2学期に入ってさ、超日焼けしてる人とか、超垢抜けてる子もいれば、超太ってる子もいるとか、すごい様々だと思うのね。夏休み明けはいろんな子がいるね。そう、でも今年はちょっと日焼けはないかなと思って。ほら、外の表じゃないから。あ、でもそれか。でも野球とか習ってる子とかはあるかもしれない。あ、日焼けしてるから、すごい楽しみなわけ。その日の好きなの私、なんか。なんかそういう話ができるのがいいの。あ、すごい日焼けしたね、楽しかったみたいな、そういう思い出話に浸るの好きだ私、友達と。超楽しみだよね。すごい変わってる子とかいるのかね、夏休みデビューとか。髪切ってたりね、髪超伸びてたりね。超伸びてるのは分かんないけど、髪超切ってんのは分かるけど、超伸びる人いなくなる。いるでしょ、1ヶ月も会えばいいでよ。1ヶ月もそんなに伸びないわ。はい、ということで、今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。ということで、それではバイバーイ。バイバイ。ありがとうございました。新学期も頑張りましょう。あれあれ、おおとかないの？いや、ちょっと今の掛け声にちょっと乗りたくなかっただけなんで。なんで？新学期も頑張るぞ。バイバーイ。おおはバイバーイ。